はい、こんにちは、にゃんたる工房です。今回の動画はですね、ここへ前回全塗装をしたユーラベンガンダムがあります。メタリック塗装をしたやつですね。で、まあこれはどっちか言うと配色とメタリック塗装さ、どんな感じになるかなっていうのをメインで作ったので、まあ一部の工作を端折ったり、まあ実際やった工作も結構雑な出来具合だったので、今回はそこら辺を踏まえて、前やらなかったところとか、まあ、前回やったけど雑なところなどを、きちんとやっていこうかと思います。ちなみに配色は、まあ、メタリックではありませんが、基本的な配色はこのメタリック塗装さユーラベンガンダム、これに似た感じでいこうと思います。うん、まあ一部の配色はもしかしたら変えるかもしれませんが、ちょっとこの配色今気に入っているので、今回のユーラベンガンダムもこの配色でいこうと考えています。で、早速作業を開始するんですが、まずは、各パーツをですね、それぞれ処理するものに分類していこうと思います、うん、正直もう処理がいらないっていうやつもありますからね。あ、ちなみにここの中央にあるこの山はユーラベンガンダム全パーツです。二度切りまでは済ましておきました。細かいゲート処理は工作をしながらやっていこうと思います。それでは実際パーツ見ながら分けていきましょうかね。まあこれは台座ですね。台座は正直何もしなくていいと思います。まあゲートあったら処理ぐらいですね。で、これはユーラベンガンダムの足の底ですね。これはですね、ここへ足のレッグセンサービットかな、ここにつくじゃないですか。これを磁石接続にしようかなと思っていますので、これは加工しなければならないパーツなので、こちらへポイッと入れておきましょう。で、これはコアディフェンダーのパーツですね。まあこれも別に処理はいらない。で、これは足ですね。足のここの部分ですね。これもまあモールドの彫り直しぐらいなのでこっちでしょうね。で、腰で、これ腰ですね。これどうしようかな。ちょっと保留。これは足のもう一つの逆パーツか。これは別にいらねえな。所有。これもいらんな。これは、肉抜き穴を埋めますので、こっち。で、これもいらねえ。これは、ここの部分ですね。まあ、これもいらんか。腕装甲、まあ、これもいらないな。肩装甲、まあこれもいいか。これは、あう、これは肉抜き穴ががっつりありますので、まあどのくらい埋めるかはまだ決まっていませんが、確実にこっち
しですね。で、コアガンダムのショルダーアーマーですね。まあこれもこっちかな。で、これはシャープか、まあ、加工系だからこっち。まあこれもこっちかな。これもこっち。こっち、こっち。まあ足は別にね、いいんですよね。問題この足の甲の部分なんですよね。これは肉抜きアーマー決定ですね。で、これ関節もまあゲート処理ぐらいでしょ。アニョも別にいいっすね。ここもいい。これどうしようかな。モールで削り落として復活させるか、このままいくか。どうしよう。実際ですね、コアガンダム1の方ですね、これ一応こうやってモールド復活させているんですけどね。というかこの動画これ分けるだけで終わりそうな気がしますね。まあこれそのままでいいです。まあこんな感じでちょっと動画長くなりそうなので分けていきます。はい、分類完了しました。こちらのお皿がこっちですね。まあゲートアートとか簡単な処理が必要なもの。そしてこれがシャープ化およびまあ何らかの加工が必要なものですね。まあ主にシャープ化です。でこっちの分、こっちが肉抜き穴をメインで埋めていくやつです。まあセンサービットはあの肉抜き穴を埋めてからあのシャープ化しますけど、まあ、最初は肉抜き穴から埋めていきたいと思います。でそれでは今回は、どうしようかな。比較的処理は簡単なやつからやっていきましょうか。それでは最初はシャープ化ですね。それをやっていきましょう。まあこれはちょっと加工が必要なので後に回しますが、まあじゃあさあシャープ化ですね。前回のこれを作った時のシャープ化なんですが、それはもうここを付け足すんじゃなく普通に切りました。こんな感じで。要はここの頂点とここの丸くなる手前の頂点ですね、ここを結ぶような感じで切ればきれいにシャープ化できます。シャープ化できたらThank you.
ところをヤスリで整えます。こうですね。これでシャープ化、これのシャープ化は完了しました。次はアンテナのシャープ化といきましょう。まあこれは定番ですね。バンダイフラッグを。切り落とします。こんなもんかな。こちらも同様ですね。これが済んだら、まあ、ここのシャープ化具合はお好みですね。がっつりシャープ化してもいいですし、フラッグを切り落とすだけでも見栄えは良くなると思います。まああまりやりすぎるとアンテナ折れますからね。そこはほどほどにといった感じでしょうか。こんなもんでいいでしょう。で、次ちょっと前回やってて気になったのが高圧の厚みですね。これがなんか微妙に気になったんですよね。なので金属ヤスリでちょっと削ることにします。ここもお好みですね。どのくらい薄くするかは。あんまし薄くすると折れますかね。まあ第1期のコアガンダム、あれも自分はこう当ては薄く加工しています。改造途中の未だに完成しないアースリーガンダムですね。あれも、このユラベンガンダム次にやっていこうかな。いい加減完成させないと。第2期でもアスリーガンダム登場してましたよね。ここは調整が難しいかな。こんなもんかな。うん、こんなもんですね。あんましやると本当折れる。であとはこれか。これもち
この部分も正直ちょっと気になってたんですよね。まあ、こんな感じでシャープ化していきます。まだシャープ化の続きをしているんですが、レックセンサーのユニット、まあ、ビットを磁石化するって言ってたので、それをやろうと思います。まあ簡単な話なんですけどね、こっち側に関しては、これ 3mm のネオジウム磁石です。でここに要は、ここ通常はこれが刺さるんですけれども、今回これを取っ払おうと思っているので、ここの穴にこのネオジウム磁石をぶっ刺します。綺麗に貼りましたね。まあ、こっち側にさ関してはこれを穴にぶっ刺すだけで完了です。こんな感じですね。綺麗に入ります。で、次ですね。次は、こっちだね。こっちか。こっちですね。これはまず、もうこの軸はいらないので、落とします。で、ここを今ざっくりと切ったんで、これを平らにします。彫刻刀などで中をまあ平面ぐらいにしましたら、まあ中に磁石がひっつくものを入れていかなければならないんですよね。で、今回使うのはこれですね。マグネットセッター。これを使おうと思います。適当な大きさのマグネットセッターを取り出して、今日はピンがあった位置ですね。そこに貼り付けます。まあいいようにつかないときは瞬間接着剤とかでつけてもいいかもしれません。こんなもんかな。で、もう一枚も、最初ステンレステープを使おうかなと思ったんですが、まあとりあえずこの方法でいきます。
もう一回り小さくても良かった気がしますが、まあとりあえずこのまんま行きます。まあこれで多分これでこんな感じで、まあちょっと緩めですけれども、レッグセンサービットくっつけることができます。これなら塗装剥げを気にしなくていいと思います。はい、ではまたシャープ化の作業戻ります。さっきマグネットセッターでちょっとやってたんですけれども、ちょっとマグネットセッターが安定しないので、結局こちら側にも磁石を埋め込みました。こんな感じで、でこうですね、裏から見たら。でこの接続棒をつけるのに磁石は邪魔になるので、ここを切り欠きました。まあ両側が磁石になったので、よいしょ、先ほどよりはもうかなりがっちりつきましたね。さっきの分はちょっとね緩かったんですよね。でステンレステープも試したんですけど、ものすごく緩かったので、結局こちら側にも磁石を埋め込みました。はい、各シャープ化と、まあ加工せなきゃいけないところは加工しました。まあ見えないところは別にそんなに綺麗にしてはいませんが、まあ見えるところはちゃんと処理をしておきました。それではこれは洗浄に回します。はい、それでは次の工作いきましょう。次の工作はプラ板を使って、これ 0.5 ミリのプラ板ですが、プラ板を使って、気になるところを埋めていきましょう。プラ板を使って埋めるのは膝アーマーの裏と、このコアガンダム2のつま先の部分と、バックパックのここの部分ですね。それと、ウラヌスアーマーの、要はユーラベンガンダムの上、腕になる部分のここの蓋、ここの部分と、あとは足の裏なんですけど、これどうしましょうかね。一旦全部プラ板で塞いでみて、で新しくディテールを入れるっていう方法がいいでしょうかね。ここにバーニアのモールド入ってますけど、まあとりあえず塞いでから考えましょうか。それではまず膝アーマーからやっていきます。まあやることはそんなに難しいことではないんですけどね。要はプラ板を裏に貼って成形するだけって感じですね。このミスターセメントのスーパーパワーも残りがものすごく少ないんですよね。なのでこのスーパーパワーのブラックを使うことにします。まあどっちしろ塗装しますからね。黒でも白でもそう変わりはないです。
むしろ黒の方がどれだけ流れたかが分かりますからね。で塗り込んだら、本当このスーパーパワー強力なんで、ちょっと塗っただけでがっつりくっつきますからね。このようにスーパーブラック、スーパーパワーのブラックは塗った箇所が非常に分かりやすいです。ではこっちもやっていきましょう。まあ膝アーマーなり埋めた部分はあと裏から筋彫りしなきゃならないですね。じゃないとのっぺらすぎてかっこ悪いですからね。で次このコアガンダム2のつま先部分も裏から見た時に目立ったので、自分は埋めることにします。これはもう普通に塗ってから貼った方が早いな。本当に乾くのが早いから。おそらく今日の動画はこの肉抜き穴の埋め、埋め作業までで終了すると思います。まあ、正確には埋めの途中で終了しそうですね。はい、とりあえずここまでできました。膝裏はこんな感じ、腕のアーマーはこんな感じ、コアガンダム2のつま先はこんな感じ、バックパックはこのような感じ、足裏はもうがっつり埋めました。はい、で今回の動画はここまでとします、
次回残りの肉抜き穴の穴を埋める作業と、これを作法を拭いて傷を消しつつディテールアップのを入れたりしたいと思います。ということで今回の動画は、ユーラベンガンダムの、シャープ化および一部のプラ板を使った肉抜き穴埋めの作業でした。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。ランタヌ工房でした。